おはようございます。久々の通勤トークをやっていこうと思います。では、出発します。前回ね、カレー作りの動画を撮った時に同じこのピンマイクで収録したつもりなんですけど、どうもバッテリー切れだったみたいで全く機能してませんでした。今回はどうでしょうね。うまく機能してくれてたらいいんですけど、うまく機能してくれてたらいいんだけど、なかなかちょっと動画撮る機会が僕もないので、また久々にこうやって動画を撮ってるんですけども、今日は4月23日のこれ収録なんですけど、あさって4月25日に僕東京へちょっと行こうと思いまして、目的はね、今東京の六本木ヒルズにある森美術館で、行われてるチンポムのハッピースプリングっていう展覧会をちょっと見に行こうかなと思ってまして、チンポムっていうのはまあアーティスト集団なんですけども、現代アートですね。現代アートっていうのがよくわかんない。社会派アート、いやちょっと違うな。彼らはコレクティブって言って、共同っていう意味ですけど、それをちょっと見に行ってこようと思います。で、それ突然思いついたんですけど、そのなんでかっていうと、最近ちょっと僕行き詰まってまして、こう自分のなんて言うんでしょう、手掛けるものというか、こう美容師しかり、一応デザインの仕事もしてるんで、これグラフィックデザインしかり、もろもろいろいろ、この動画だってそうです、この YouTube 動画だってそうです、ちょっとこうなんとなくこう自分の中でこう行き詰まってる感じがあるので、ちょっとこう刺激をもらいつつ、こういろいろインプットをするがてら行ってこようかなと思います。日帰りで、翌日仕事があるんで日帰りで行ってきます。それで今の僕のこの、アウトプットっていうか、この今の僕のこの仕事の感じがちょっと自分自身が嫌なんですよね。もちろんお客さんも満足してくれてるし、クライアントさんだってとても納得してくれてるんですけど、僕自身がなんかこう面白くないんですね。感覚的にはこうどっかで自分はこう攻めきれてないというか、若い時のようなこう無謀さがないですよね。やっぱりこう47にもなるとこう下手に置きに行くっていうかね、変に。だから失敗もしないんだけど、うわーっていうのもない、いいですよねぐらいな感じになっちゃってるんで、やっぱりこうこれはダメだなと思って、ちょっといろんな刺激を入れたいなと思いまして、で行ってこようかなと思ってる次第でございます。皆さんはね、皆さんそういう感覚になったことってありますか？そのなんとなく自分が行き詰まってるな、なんか自分がつまんないなって感じる時ってありますか？ないですか？
や僕はちょいちょいあるんですよね。本当自分って足りてないなと結構思うことはありますね、うん、まあ環境のせいにしたくないんですけど、田舎に住んでるともういいやんそんな頑張らんでとか言ってくる人もいるわけですよ、うん、僕はそれもうめちゃくちゃ嫌なんですね。やっぱり常にこう向上をしたいので、そのやっぱり昨日の自分より今日の自分はちょっとだけこう成長していたいわけです、うん、だって面白くないでしょその人生がね。だって現状維持のまんまだったらほら別につまんないなと僕は思うんですけど、どうですか。まあ人によるんだろうね。現状維持で波風何も立たない方がまあ幸せだって思ってる人もたくさんいるだろうし、まあそれに別に、うん、正しいとかこう間違ってるとかはないとは思うんですけど、僕の感覚はこうやっぱり毎日こう変化があった方が楽しいって思うタイプなので、そっちの方に幸せを感じるので、でなんでこんなこう話をしてるかっていうと、こう幸せってまあ何なんだろうっていうお話なんですけども、すごく面倒くさくて鬱陶しいテーマですけどね。僕幸せですよ、今も幸せでも、まあ幸せってまあ何だろうってこうよくよく考えたら何ですか。僕の一つの感覚として幸せっていうのはずっとこう感じるもんじゃなくて瞬間瞬間だと思うんですよ。仕事をしててお客さんにありがとう、すごいねもう満面の笑顔でありがとうございましたって言われた時に一瞬感じるこう達成感とか、充実感で幸せになるわけですよ、まあ、それで幸せになったり、お腹空いてる時にご飯を食べてあ美味しい幸せって感じたり、お風呂に入った時あ気持ちいい幸せ、寝る前とかね眠りに落ちる瞬間あ幸せって、僕はそういう瞬間瞬間だと思ってるんですよ、幸せを、幸せっていうのは。だからこうずっと感じるもんじゃないなとは思ってて、僕の幸せイコール、充実感達成感だったりはするんですけど、それをやっぱりこう感じる回数を増やしたいわけです。それはそれ分かります、分かります、うん、あの中にはもう波風立たない、こう本当もう変化がない毎日の方が幸せっていう人もいるわけです、うん、でそれはいいじゃない、まあ、それはもう個人の自由だから否定もしないしね。その人たちはその人たちでそれで幸せなんだからそれでいいと思うんですよ。でも僕はやっぱり変化があって幸せを感じる方なので、だから今、うん、幸せだけど幸せって感じる回数が少ないんですよ。自分が今こう壁にぶち当たってるというかそんな感じがするわけです。まあ、行き詰まり感がもうものすごくあるので、もっとこうもっと言うとこう、まあ、モヤモヤしたまんま日々生きてる感じですね。だけどもちろんもう幸せですよ、まあ、欲張りでもこれをね欲張りって捉える人もいるからね、人それぞれの価値観って違いますよね、本当に。
いや、そりゃもう掘り下げていったらですよ、もうこうやって朝が来ただけで、ああもう幸せ、太陽が昇る、ああ幸せ、もう感謝しかないです、幸せです、もうそんなレベルになってくるんですよ。何の苦労もなくご飯を食べられる、ああもう幸せとか、もうそういうレベルですよ。あ、みんな家族みんな健康に生きてる、あ幸せ、まあなんかそういうのはありますよね。ちゃんと仕事に行けた、あ幸せ。とにかく掘り下げればそれきりないですよ、幸せを感じるのにね。まあそういう意味では、うん、欲張りなのかもしれませんね。ちょっと昨日の自分より今日の自分成長した感じが感じれたら、もうものすごいこうアドレナリンが出まくって、こう幸せっていう感じる度合いがちょっとまあその大きいのかもしれないですね、僕にとって。いやこれ本当自分でもこう何話してるかちょっと分からなくなってきましたけど、まあ要はね、今の段階だと僕はもうこのクリエイティブな面では行き詰まりを感じてて、で、まあ、それをなんとかこう打開したい、早くこの今トンネルにいる状態から抜け出したい、光を見出したいっていう感覚なわけですよ。だからそれにこう、いろいろ、ちょっとこう刺激やこうスパイスを自分に与えたりして、何かこうきっかけというものを見つけ出したいなぁなんていうお話です。それがイコール、成長した時に自分はまあ幸せだって感じるっていうお話ですよ。分かっていただけました？これでまあ共感してもらえたら、まあコメントなり送ってください。ちゃんと返しますんで。ということで今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。どうもありがとうございました。ではまた、さよなら。